ということで皆様、皆様新年明けましておめでとうございますのタイミングではないな。今年も、なんとかカツさんワールドにご招待いただきましたありがとうございますちょっと今年はあの島が、メインの、なんですかね、土地に分けされておりますので、なんかこうどんなそお前またなんかやるのかみたいな感じになってしまうんですけども、まだ、まだ未定でございます。何も考えておりません。ちょっとこのオープニングのところであんまり喋りすぎちゃっても長くなっちゃうんで、とりあえず進みましょう。ということで今年もまたよろしくお願いいたします。本日やりたいことなんですが、その今後に向けての、まあ、準備をしとこうかなっていうのを思っておりまして、まあ軽く言えば、準備会と、まあなんか今後の拠点じゃないですけど、へそくりみたいなものを貯めようかなっていうのを考えております。で今ちょっとこっち側に進んでるのはですね、あの北九州島の方からちょっとまっすぐ進んだところにちょっと気になるものがございまして、この辺りかな、ちょうどこの辺りで後ろ向けば、ちょうど北九州島がございます。この下沈没船ですね。おしゃれですね。あ、そうだ、俺水中呼吸もついてないからあんまり無茶すると死ぬんだ普通に。そのちょっと今回このパート1となる記念の動画でですね、またあのちょっと仮拠点だけ作らせていただいて、いずれこうカズさんにお願いをいたしまして、誰かこう土地というかなんか建築してもいいですか的なものを出させていただいて、まあ贈り物しの、まあなんか前の無限城みたいな感じで、まあなんか広げられるようなあの展開をちょっと勝手に夢見てますっていう、はい。でね、ちょっと本日はこの準備だけをさせていただきます。あっち向くと、ぼんやりですけど北九州島が映ります。こっからだと結構霧がかってるんで、まあ大したネタバレにはならんだろうっていう、今世界一ネタバレ恐れてる。ということでちょっとこれを何でしょうね、仮拠点に、あー日付が出た、もう一回やります。すいません本当に。今回の動画の流れでですね、まあとりあえずこの沈没船をなんか進めるような状態にしつつの、ここになんかまあツールを隠しておくわけじゃないんですけど、ちょっと今後に向けて準備だけしとこうっていうのが、今回の動画のまあ胸になりますって感じ。まあ、多分この状態でいけば中で呼吸できっかな。ちょっと怖いんだよな。一旦作業台はあるからドアは作れるだろうけど、まあ一回行ってみましょう。どうせ死んでも島に出るだけだって。ほい、というわけで、ああよかったよかったよかった、ドアあったドアあった。ここが今んとこ本当にもうただの沈没船って感じなので、なんか例えばここをなんか入りベースにしてじゃないけど、この下になんか穴掘ってちょっと倉庫とか作ってもいいかもね、手作りとして。ちなみに、あー地図だ、まあいただいておきましょう。この辺とかも宝箱が多分2つかな、ここは。あー食べ物だ、うんいいね。ちょっとしばらくここをベースにしようかな。去年のカズさんワールド2020の舞台が、地下帝国だとするならば、今回なぜか海底になっていると。果たして地上に出ることはできるのかっていう今後の新しい挑戦ですね、これが。あ、待って、2階のこれって確かさ、鉄だよな、だよな、ありがた。ちょっと待って、普通に死ぬ。さすがに不便だろ。とりあえず、こっから水抜きしちゃおうか。それで、とりあえず呼吸ができるようにして、ここで生活していきましょう。いやー、ついに。なんか去年はこう勝手になんかでかいもんばっか作っちゃったんでね今年どうすんだって話になりますけど、本当に何も考えてない。なんか家作るかとか町作るのかとか、ああいう無限城みたいななんか巨大なもん作るのかみたいな、いろんな多分種類みたいなのあるとは思うんですけど、本当に何も考えてない。まあ、
やりながらというか、このサーバーで生活しながらなんかこうね、立てれたらなっていうのを考えております。ちょっととりあえず水抜きを。はい、というわけで、水抜きが使用いたしました。さすがにこれじゃあ狭いな。まあ本当にもともとあった穴とか埋めた段階ですので、こういうところとか壊せるな。ちょっとでも広くしていこうか。まあなんとなくだけど、こう外側から見た時普通になんか沈没船だって分かればいいんで、こういう海藻とか撤去したくないんですよ、こういう船の感じは。だからなんかやるとしてもこのほ、なんていうマストを伸ばして、まあこの辺になんか操舵っていうんですか、舵取りできるような場所を作るっていうことぐらいかな。死ぬ普通にこれ外出るの結構大変だな。エンチャントができるんだったら真っ先に水中呼吸をつける。以上。この辺とか、あーギリギリ海底見えちゃうな。あーここはちょっと壊せない。そうだね、このデフォルトのこの船の感じが結構雰囲気いいんですよね。だから結構個人的にこういう沈没船デザイン好きなんで、これは残しです。死ぬあぶねーで、あとなんかできるところでこういうところの半ブロックとかしてちょっと広くしつつ、まあ、地下の入り口を掘るって感じかな今日は。ので斧がそろそろ壊れそうですけど、いやー鉄拾えたの結構でかかったな、ここで。まあ、一旦あーここもあれか、壊せんか。まあここを一番下だとするならば、どうせ上はさっきの甲板か。あー半ブロックは壊したくないから下だな。こっから下に降りるようにして、伸ばすとしても。で、木材が手に入ったんで、ドア持ちつつの、あっち側に行きてえな。あっち側に行きてんよ。よいしょ。こっちの部屋も、こう、ドアで、なんとか入れるようにして、この上な、この階層一本を捨てるかどうかの覚悟よ。俺に今求められてるのは。まあ、一本ぐらいだったらいいような気がするんだけどな。不便だな。いやーなんかね、このマインクラフトってやっぱやりたてが一番楽しいんですけど、いやー久しいね、この何もできない感じ。なんかせっかくだからここをな、寝れるようにもしたいもんな。ちょっと一回余ってるベッドとかちょっと取ってきたり、木とかその辺の島から取ってこようか。ちょっと一旦夜なんで島戻って寝て素材を取ってきましょう。ということで、北極島の倉庫からベッドをパクりました。置いてきます。案外ね、なんかここで撮影してた時からなんかぼんやり見えてて、この沈没はなんか使いたいなと思ったんですけど、ここでか。まだちょっとこの沈没船もなんかグレーラインというか、グレーゾーンの気しかしないですけどね。いずれちゃんと返しましょう。いやー、もしなんか、ね、ちょっとまた、母さんにおねだりをするっていうところから始まるんですけど。一旦まず、本日は、とりあえずの今後のベースとなる拠点を作るんですけども、なんだてめえびっくりした。そっか、ここ、オプティファイ入ってるからあんま気づかなかったけど、ここ普通に暗いのな。松の木とかもどっかで取ってきてえな。ちょっと一旦、これ仮置きの原木だって。はい。あと天井を高くしたいけど壊せないから、ここは、まあ、倉庫とか作業部屋にするか、かまどとか置いてある。うん、それであっちの部屋とかに居住スペースみたいに作ろうか。本当最後の話なんですけど、人間このマインクラフトの世界じゃこれさえあれば大体生きていけますからね。このセットあれば大体なんとかなるんで。よし、ちょっとこっちの部屋も水抜きしますか。土持ってくれよかった。
何も考えてない。しょうがない。ここは壊す。でちょっとこういうところのトラップドアも一旦回収。で、こういうこっちの部屋とかは、こんな感じの。ちょっと、なるべくハーフブロックを使うことで、天井を高く見せましょう。じゃないと、やっぱ結構デフォルトだとこう2マスの高さだとこだちょっと狭いからって感じちゃうんで、なるべく圧迫感分けして、で一回ちょっとこう木材を置いて後で壊す。こういう水抜きやるときはまあスポンジか、個人的には結構ネザラックも楽なんだよね。ネザラックもおすすめだったりする。でこれあれだな、ウイルス源あるな。めんどくせえ。死ぬ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 。はい、ということで2つ目の部屋の水抜き仕様でございます。狭いね。ちょっとこの辺とかはもともと壁があった場所なんですけど、ここダメか、ここは壊せんか。ちょっとガラスとかも使いてえな。ちょっとガラスとかも焼くか。ガラスとかも焼いときゃ多分それなりにこう圧迫感は消えるはずなんで、一旦砂取ってきましょう。どうせ砂もその辺に渓谷あるんだというか、割と海底自体も雑居というか結構低い場所に生成されるので、この辺とかもダイヤ狙えんじゃない。いて、はい、ここだ。おお、すげえとこ出たな。海溝と、おお、いて。ちょっと待った、この辺映せねえんだよ、くそ。ちょっと待ってください。はい、戻ります。ひでえ。さっさとビエスタクリーパーを引っ張ればよかった。何が何でも鉄は回収する。あれはいる。びっくりした今。そっか、まあ地下だもんな。そら敵はいるさ。あー、びっくりした。アドック以上。これで、ああ、俺の遺物がどんどん浮き上がってくる。この下。ああ、ここだな。あった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 。おい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 、もう一回降りやなきゃ。ちょ。回収不可能では。いや。大したもん持ってなかったっちゃ持ってなかったけどさ。いやー、でも鉄拳とかさ、あの辺りやっぱ欲しいじゃん。ちょっとこのマグマブロックはシフトさえ押してればダメージは食らわないのと、ここで呼吸ができますんで、よし、もう一回いくか。どうしたもんかな。見つけたけどちょっと敵が多いぞ。この下にあるよ俺の荷物は今。待て、落ち着け。こちら、まず下のクリーパーからだ。スケルトンがね、おいおいおい、ちょっと多くないかな。いてて、なんだこの穴、やばい、死ね。シックス全然取りいけねえ。いやー、捨てるか。かなり悔しい。さすがにあのような敵とは戦えんよな。地獄の廃坑が有効にあるのか。参ったな。どうしよう。あの荷物取りたいんだけど。ダメかな。ちょっと回復したらもうワンタックだけしよう。で、いらんもんは預けていく。本来であればこういう鉄で盾とか作れば楽でいけんじゃろうっていう話なんですけども、盾1個だけ作るか。
盾あるだけでスケルトンと処理だいぶ楽になるからね。斧も一歩作っときたいなーなんて。ちょっと盾使うとね画面が暗くなっちゃうんでそんな好きじゃないんですよね。いやーちょっとここはわしの子言ってる場合じゃねえ。石も足りんな。よしこれでいこう。パールさんスタイルというか右手に盾を持って攻撃するだけ剣にしましょう。まだ消えとらんよな。いったうん強くねえですか。ちょっと待って、あいつワンパンが出していけねえ回復してたぞ。ちょっと待って待って待って、なんだ今の。裸であることはそんなに弱いのか。おかしいな。今日これからよろしくお願いしますって挨拶して終わるってだけの平和な動画になるはずだったんだけどな、この野郎。うん、どうしようこれ。ちょっと待って、やってる内容が初日にやることじゃないんよ。ちょっと待って、おいおい、あ待って、あいつ爆発させた方が楽か。さては、いやーブロック挟んでるとはいえめちゃくちゃ怖い。よしよかった。取って帰るってだけなんだ。やめろ。お家に返してくれ。二度と来るかこんなとこ、マジで。もう二度と来ないこんなとこ本当に。いやなんか失ったものに対して得られるものがなんか少なすぎる気がするんだよな。盾とかも回収できてないんだよ。やめましょう、あそこに近づくのはもう金輪際。死んでしまいます。あーひどい目にあった。なんだ、鶴橋失ったまんまだ。まあまあまあ、鉄はあるから、鉄はあるんでっていう。いやまあ失ったものとしては多分原木と食べ物ぐらいだと思うけどな。いやーちょっとあそこはいずれ攻略いたしましょう。まあとりあえずここで生活できるようにはなったんで、まあ砂だけ取ってガラスとか手に入れたらちょっと横とかこれガラス張りにするか。なんか今日思ったよりなんでか分からんけどすげえハードなになっちゃったな。こんなはずじゃなかったんだけど、なんか怖いな。案外こう裸で行くような場所はないんだね、やっぱ渓谷って。渓谷っていうか廃校か。いやひどい目あった。あちょうど向こうに砂の島が見えたんで、あそこで砂だけちょっともらいましょう。こうまあ去年の話にはなるんですけど、こう去年の2月ぐらいだったかな確か、こうご招待いただいた時は右も左もなんか何て言うかね、わからぬペーペーではございましたが、もうこれでもうマインクラフト動画を1年間出しましたから、もうまあ右ぐらいはわかるようになった。左がちょっと危ないけど。その今年はね、建築しつつもなんかこうお役立ちコンテンツみたいなものもやっぱ出してえなっていうのはやっぱ思ってるので、まあなんかこうバランス的な話にはなるんですけど、まあ3本に1本ぐらいはためになる動画を出そうかなと思っております。まあそれが建築なのかそのマイクラの情報なのかっていうのがまだ分かんないですけど、その今年中に多分夏かなバージョン 1.17 が来るんですよね、新しくケイブ&クリフアップデートだったかな確か正式名称。それでちょっと装飾系が関するものが結構多くなるので、
っとそこまでは、あんまり地下にはなぜ手入れないようにはしたいんで、まあ、入れてもまあこれこそブランチマイニングぐらいかな、やったとして、まあ今後お楽しみにっていう、もうさあもう暴電が来たら2秒で喧嘩売り行きますんで、はい、もう素手で暴電勝ちてー何時間かけや勝てんだろうな。暴電がアイアンゴーレム普通強いらしいからね。ちょっとこれで砂も何歩か取ったんで、あのまあ暴電はまたいつかやりましょう。これもね、なんかこう、ずーっとこう、ジブレばっか流したあれなんで、まあ思い出話の一つでもするんですけど、去年の 1.16 かな、まあ、ネザーのアップデートが来た時は、まあ、ネザーがまだ行けてなかったってこともあり、もうね、意外と、確かね、燃料無限装置がすげえ伸びたんですよ。去年の6月か。結構前だな。半年前ぐらいだね。それで、またそこから、燃料無限装置の歴史もどんどん進むというか、また新作というものもやっぱ登場しており、確か一番新しいのね、ハニカムじゃなくて蜂蜜ブロックだったから、あれで確か作れんのよ。燃料無限装置。だからこう今まではネザークォーツと、スライムチャンクとか、沼地でスライムを見つけなきゃいけなかったんですけど、なんか今作というかもう新しいやつだと確か、蜂蜜ブロックでも動いたはずっていう。いやー、蜂さえいればできるんで、ちょっと早い段階であれは作りたいですね。もうカーペット無限があれば、大体物は焼けるようになる。はい、ということで、ガラス板が16枚できたんで、こういうとこですね、まあ、なるべく圧迫感がありそうなところに、こう板ガラスを貼っていくことで、いやーなんかいいな、戦場のなんつですかね、まあ、沈没船ですけど、なんか船にいるって感じがする。まあでもできることはでもそのぐらいか。まだ今だとまだちょっとこっちの部屋とかもいずれ手入れてもいいかもしれないんで、ここもちょっと蓋だけしとく。あー死ぬ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 て危ない。これは早急でエンチャントが必要だビーコンは無理だ。あ、ビーコンじゃねえ、なんだ、丸くて四角いこんなにパッて出てこないことあったら、海の秘宝から作る、なんつったっけあれ、ちょっと待って全然使わなくてもいいですけど、ちょっと待ってね、あれなんつったっけ、あの卵みたいな、コンジットだ、それだ。いずれここにコンジット建てますんで、はいちょっとしばらくはこの海上拠点、海上でもないね、海中拠点か、ここをしばらくは拠点にしようと思います。いずれなんですけど、その下ら辺とかにブランチマイニング場とかも掘りたいんで、まあ、それこそ横に渓谷広がってるから、こっから廃坑につなげてもいいしね。ちょっとしばらくの間ここで時間を潰そうというか、ちょっとこの辺で体制を整えようと思います。まあこんなもんか。あとは食べ物をどうにか調達できるようにしたいんで、まあちょっと次回あたりちょっと地下掘って食べ物を違法に育てましょう。バレないうちは大丈夫っていうちょっと近いうち母さんに連絡しようと思います。ということで今年も始まりました2021年加算ワールド編なんですけども、まあ、本日はちょっとこういうちっちゃいリメイクというか、隠し部屋ですね秘密基地を作るところで終わろうと思います。近いうちこう加算連絡というか、まあ、建築してもよろしいですかみたいなものを送りますのでもし許可いただけたらというか、多分加算お優しい方なのでいただけるとは思うんですけど、まあ、なんかただでいただいてばかりでやっぱ申し上げられてしまうので、何かしら、まあ、渡せるもん作ってから、ちょっとおねだりしに参りましょう。ということで本日はこういうよろしくお願いしますという動画を撮らせていただきました。また次回は多分地下掘ってます。
なるべく絵面が地味にならないよう頑張りますので、次回もまた見ていただけたら幸いでございます。ということで本日は最後まで見ていただきありがとうございました。また次回もぜひよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。お邪魔します。